はいどうも、寺川やさり、寺川さでございます、えー。今回はですね、高校生理論科学をやっていこうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。で、今回はですね、えー、純物質と混合物について、えー、考えていきましょう。まあ、純物質、化学式一つで表せるもの。H2O、水ですとか、NACL、塩化ナトリウムですとか、N2、窒素とか、アルゴンとかですね、AR。 で純物質がいくつか混ざっているものを混合物なんて言い方をするんですけども例えば海水 H2O 水と塩化ナトリウム塩が混ざっているものですね、まあ、空気中のものに関して空気に関してはあ窒素ですとか酸素ですとか二酸化炭素でアルゴンなどが混ざってますよとそういったものがある、えー、混合物ですね。 さらに見分ける方法として固体が液体になる融点液体が気体になる沸点ですねこれが一定であれば純物質一定でなければ混合物というふうに覚えます。